何やってんだよお前また来た。なんで久しぶりに来たの。はい、ということで。なんだよもう。今回は久々の撮影になります。もういいよその撮影も。はい、じゃあ定位置に座っていただいて。なんで定位置だよ。勝手に定位置にするなよ。いやでも定位置だろ。どう考えても。どう考えてもコストパのガクガクがちょうどいいし。いや今回はですねちょっと久々に別に俺も本当は全然撮影する予定立ててなくて、最近だから撮影もできてないじゃないですか YouTube。 ああできて、ああやってないそうそうそう。でなんで今じゃカメラ回してるのかっていう話からすると、あのなんかコメントが昨日来てて、シングルマザーにそのコメントの内容が今シングルマザーになろうとしています。あ今からなあの離婚するって。そういや分かんないけどね、子供のために女性に、ね、それがなるのかならないのか分からない的な来てるんですよ。そうなったらもううちのともこさんの出番じゃないですかっていう、はい、突撃、突撃だね。それさ突撃しないで私がお前に話してお前が語ればいいんじゃない。いややっぱり生の声が一番いいやん。俺が話すのまた加工されちゃうわけでしょ。加工じゃなくて私のことをお前の言葉でも伝えてもいいんじゃない。そのシングルだったら母子家庭の要は経験者じゃん、まあ、子供として。でもともこの場合は二重経験者じゃん。ね、何かさそのシングルに母子家庭っていうので上げてくれなくていいんだよ。20自分も経験してるってことで。そうそうそう、トモコも母子家庭育ちだし、うんうん、でしかも一人でシングルマザーで育てるっていう謎のすごい境地を経験してる。今そのコメントしてくれてる方が何歳かとか、ね、子供が何人いるか知らないけど、子供がしてきた悩みを今抱えてるわけ。でもこの方が要するに気にしてるのは、子供に要するに嫌な思いさせるんじゃねえかっていうのを多分危惧してるんだよね。まあね、嫌な思い。あでもどうじゃ、まあ、ヒロたちはどう。私は別に、あでも確かに嫌な思い。嫌な思いね。そうそう、だからそれってさ、でも結局でその離婚するしないで、やっぱ一番悩むのって多分子供じゃん。そうそう、あの子供、その子供っていうのは両親が決断するのに困らせるのは子供っていう存在がでかいじゃない。まあ、ともかそうじゃなかったかもしれないけど、でもほとんどの人は、まあ、基本的に子供のためを考えたら要するにね、まあ、だからあれで私もすぐ今日離婚しよう明日離婚しましたって言わないからね。あそっか、そりゃそうでしょ。ちょっとね、あ、大丈夫ねみたいな、そんなんじゃね。俺らが知ってるともこだったら絶対それだろ。どう考えても、ね、あのさ、どんだけなんだと思ってんの。バカだと思ってんの。バカだけど当たり前でしょ。バカだけど多分これみんなに聞いても、みつきとかみゆに聞いても、うん、え、思った瞬間に離婚しようみたいな、そういうんじゃないよ。そうそうそう、バカなの。本当バカだ。あ違うんだ。それだったら別に、だって私の勝手な感情だから別に何も感じなければいい。あじゃあちゃんと考えたんだ。そうだ、考えてる。えどんぐらい考えた期間で言うと。期間年か か月は考えたよ。あ結構考えた。当たり前じゃん、嫌だもんだって。自分が母子家庭だったんだよ。いや本当のところ母親もほら、あの母親も私とからさ違うとか違うしさ、ああ私はひろこみたいにできないってずっと思ってたから。ああなるほどね。そうそうそう、だから絶対なるべくやっぱどんなんでも一応自分で決めたことだから、うん、子供たちが嫌な思いっていうかねしないようにって思ってたんだけど、私ほら経済力ないだから、まあ、なんかないからね。昼夜いらっしゃいますができるってことさ。じゃあこの方がね、だから本当にどんな状況かわかんない、ね、うん、あまあそうだよね。でもどんな時でも最後は笑ってるとか、なんか自分でこうなんだろう、決め事してこうするって思えば絶対そうなると思うんだよ、うん、近い近いそれ近いのあんまりね、よく私やってないからやめて。近い近いそんな近くのはダメだよ。いやだって対象者が動いたらそれカメラマンも動くでしょ。冷静になんとも言えないな。もうその人の年齢にもよるよね。まあそうだよね、うん、あとだやっぱさ仕事を持ってるか持ってないかにもよるだろうし、まあ不安はいっぱいあると思うけどね。でも今なんかでもやり方一つだじゃん、今仕事つたっ止めればいいってもんでもないし、うん、だからいろんなやり方があるから、いろんな人に相談するのも手だし、うん、俺の再生されてるさ、俺が語ってる動画あるじゃん。であの動画が要するに片親は気をつけろっていうタイトルで、うん、俺が要するに母子家庭で育ってきた生い立ちを話して、うん、多分それを見てくれてそこにコメントをしてくれた人なんだけど、うんうんうん、
だから今日話してる主張としては別に親も、ね、周りも環境も正直俺からすれば関係ないぞっていう主張であって、うんね、でもほとんどの人はやっぱ子供であるさ俺とかはさ、うん、要するに親がこうだからとか言いがちじゃない。あそうだね、今日俺はそれは違えぞっていうのが俺の主張なんだよね、うん、気持ちはわかるけど ね、 ね、そうそう、こういう環境だったからやりたいことがやれなかった、でもそれって自分がやろうと思ってなかっただけだよっていう、そう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 、うん、だやろうと思ったら何でもまあできるとか、そうそうそう、あと一歩をね、うん、もちろんなんか自分がさ想像通りにさ生きていければ、あ、ね、さ他の子と比べたらね、そう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 、何でも親が金出してくれるのが当たり前ってなってるお家とさやっぱ違うのは確かだから、そう考えると、まあ、そういう言い分もわかるけど、でも言っちゃえばさ、どんなに金持ちでもさ恵まれててもさ、要するにやらないやつはやらないし、そこに環境の要因は本当にないなっていうのは、俺もね二十歳過ぎたぐらいにやっと気づいた。そうだね、だから親のせいじゃないんだよ、うんうん、だから確かにほら生活環境とか、その生まれ持った性格だったりとか、作られる性格は絶対あるんだけど、でもそれをそのまま何も変えずに自分が言ってしまうか、その環境ごとに自分で変わろうと思って変わっていけるかっていうのは自分じゃん。確かに。いいも悪いも人からね、プラスマイナスにするのも自分だし、だから考え方一つじゃない。そうだね。だから自分がこれが正しいっていうか、正解は絶対分かんないと思う、一生。間違いない。うん、結婚することも離婚することも子供を産むことも産まないことも、どれが正しいって分かんないじゃん。でも自分の中でこれだったら自分が笑ってられるっていうか、自分が自分らしくいられるのがどれだろうって、どういうことだろうと思った時に、それがシングルマザーっていうことだったんだったらもうそれでいいと思うし、うん、でだからそれで子供とも、まあ、年齢にもよるけど話してみたり、うん、子供と接する時間を必ず作るようにするとか、うん、でやっていけば多分違うかなと。なるほどね、うん、だから自分で決めたことってやっぱ自分が笑ってられるって思えればいいと思うんだよね、うん、最後笑ったもん勝ちっていうかさ。確かに確かに。だから私も美月たちは子供たちはお前たちがさ大きくなってやっぱ不安もいっぱいあるし、金もないしさ、だけど子供たちがだからそうやって認めてくれて理解してくれて、やっぱ話した時に、あ、これで良かったって定期的にこう言ってくれたりとかさすると、あ、じゃあ良かったって思うし、何が正しいのっていうのは私の中でもないけど、ただ人としてとか、うん、勉強できない、勉強したければすればいいし、したくなきゃしなきゃいいしさ、だからあとはだから本当にいつも言うように挨拶ができるとかさ、ごめんなさいとありがとうが言えるとか、だから人としていてほしいっていうのが私の中で、あと喜怒哀楽がはっきりしてるとか、うん、そうだからその親が子供に対してこうなってほしいみたいなことでいいと思うんですよ、うん、あとはやっぱ自分が自分でいられなければ子育ては絶対にできない。そうだね、まあ、私は本当にそれは思うかな。このコメントの主張は間違いなくそれで、うん、結局じゃあそれでとも子がいやいやその父親と離婚をしないでいやいや付き合って一緒にいて、でとも子の笑顔っていうのは日常的になくいつもイライラしてる、でその原因が父親とかだったら絶対俺はいない方がいいです。子供を要するに気にしちゃってる親御さんだから、冷静に考えれば今のこのコメントしてくれた人が笑えてないなら多分離婚しようね、今の環境か、うん、もし離婚なら離婚した方がいいなって思う。子供のことを考える、うん、要するに考えてそれを悩んでるわけじゃん。もし子供のことを一番に考えるならば、うん、多分笑える生活を手に入れた方がいいと思う。でそれは子供が笑える生活ではなくて、うん、自分が笑える生活、でそうすれば子供自然と笑うし、もちろん確かにだから父親がいないとかってさ、やっぱどっかでグッてなる、うん、ところもあったりだとかさ、でも今幼稚園とか保育園とかも、うん、父親の顔を描くとかそういうのもさ、うん、なんかやっぱ配慮があったりするんだよね、だからなんだろうな、よいしょよいしょで子供に聞かれたことをさ答えられるようにさ、うん、してあげればいいと思うし、子供がいるから我慢するとか、うん、違うところで我慢するならしてあげた方が確かに、うん、いいと思う。じゃあ結論、離婚をしなさいで大丈夫ですか？離婚ならね、うん、子供のためを一番に考えてんなら、うん、まずはてめえのことを考えろと。そう考えてみた方がいい。なんかその自己中的な感じじゃないけどね、うん、だそれが絶対に子供のためになっていくからって、子供のことももちろん一番には考えた上での結論だから、それはさ、はいはい、とは思う。とはだから本当一人で殻に閉じこもらない方が、うんうん、いいと思う。本当相談できるところには本当いろいろ友達でも、うん、まあ親でもいいしね、自分が信用できる人たちっていうのかな、うん、に絶対話をしてみたりとか、うん、した方がいいと思う。この動画でその一つの一回目の相談ができたらいいですね。あ、そうだね、なんかね役に立ったらいいね、うん、でも私みたいなものの考え方する人もあんまりいないとは思うんだけど、まあ、確かに、まあ、少数派ではある。少数派ではあると思う。だからうまくできるなら、まあ、シングルにならずにうまいことねやれるならそれが一番いいと思うんだけど、なかなか難しい。好きな人と好きな時間を過ごすのが一番だからね。そうだ、子供といるだけでお金がなくてもやっぱ楽しかったもんね、まあ、今振り返っても、うん、
じゃあ子供のせいにするなってことで大丈夫ですか？そう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 、だからいいのいいの、自分がこうだと思ったことをやれば。まあそうだよな、うん、で子供のこと考えてってなると何もできないもん。そうだよ、うん、何もしちゃいけなくなっちゃう。そうそうそう、そしたら自分の感情が殺すしかなくなっちゃう。確かに、まあ、私ちょっとほら極端な考え方だからあれだけど、自分殺してまで子育てしたって子供も殺しちゃうから、うん、心をさ。確かに、心って大事じゃん。だまあこれが正しいか分かんないけど、いろんな意味でも何でも前向きに考えたら絶対いいと思う。落ち込む時は落ち込んでいいし、考える時は考えた方がいいんだけど、結果前向きの方が絶対楽しい。お子さんもね、何歳ぐらいか分かんないけど、その年齢によってはね、年齢にもよる。やっぱチビならチビなだけ大変だから、どうしても。そう、うん、大きくなればほら会話もできるし、またできることもあるし、絶対これで良かったって思える時が来るからね。確かに、うん、あとこれでなんか自分でもうじゃあこうしようってなった時に、うん、パーって今多分すごい真っ暗な状態だと思うからさ、それがだからだんだん道が見えてくると、もう自分でこうしてみようってなって動いたら、じゃあこうしてみようと思ってパッてやったら、絶対にあじゃあこれでいいやって言えると思うし、何でもできるよ。何でもできる、うん、大丈夫、頑張ってほしいね。うん、頑張ってほしい。シングルマザーとかだってなんか減るわけでもないしね。そうそう、だから、ね、今いっぱいいるもん、そんなの。逆にそっちの方が多いんじゃないかなっていう。本当に。じゃあそれは俺。さ、私の周りだから。俺らの周りだから。私の友達だから。でもわざわざコメントしてきたってことは、今俺らにコメントしてきてるから、ね、多分何か聞きたかったと思うね。ね、だからはい、そこで頭がいい僕は。動画回してそういうことで戦略家です。どんだけ。はい、よかったらあのチャンネル登録は絶対しといてください。どんだけ。はい、ということでこんな感じです。こんな感じです。シングルマザーはそんなに重く捉えなくて僕もいいと思います、うん、自分が楽しいのが結局周りを楽しくさせるのはもうなんかもうなんか自然界のルールみたいな感じで、自分がつまんなければ子供もつまんないし、でも旦那がいたとしても、自分が笑えないんだったらもう、だってそれは楽しくないんだよ。楽しくないというか、だからいい方向に行かない。全てが、例えばお金があって経済力があったとしても、じゃあお前たちも好きなことが金があってできたとしても、じゃあどうよっていうね、自由に生きてほしいですね。そんな母親に育てられてこんな優秀なイケメンな俺が生まれてる。優秀ではないじゃん。まだまだいたみたいな。まだだね。そうだよ、ビッグは名前だけだからね。そうだね、確かに名前だけには恵まれたかな。じゃあそうだよ、そうだよ、それ考えてやったからな、一応こうなれよと。はい、まあこんな感じで我々母子家庭育ちの、はい、ビッグシー家族はこういう風に育てられてきたので、多分視聴者さんのコメントしてくれた方大丈夫です、安心してください。こんな家族以下にはならないと思います。そうそうそう、一番底辺だと思ってくれたらいい。本当にそうそう、こんなことしたらこうなっちゃうんだねっていう悪い例でね。大体、まあ、だいたい悪いところのねラインを超えてるからね。だからまあぜひその雑草根性だからね、うん、動画見てもらえれば俺らビッグシー家族がどれだけクズなのか分かるので、ぜひね、この辺楽しんでもらいながら、良くも悪くも我々とね、比べていただいて、もし子供がグレちゃったりとかしたら、その時はその時で子供が悪いだけなんで、別にあのお母さん悪くないです。グレたら母親もグレればいいんだよ。そうそうそう。一緒に子供と同じようにそう、グレちゃえばいい。そうそうそう、人間だからね。そうそうそう。親だから偉いとか子供だからとかないですよね。関係ない関係ない。ことしてたから。そうそうそう。先に生まれたから。子供が暴れたら一緒に暴れちゃえばいいんだよ。そうそうそう。で子供なんかそう反抗期になったら親が家ですよ。確かに。そういうことです。こういうもう感じで楽しんじゃえばいい。とら、ね、われなきゃいいんだよね。うん、そうそう。はい、世間体なんかあってないようなもんだと思えばいい。そういうことです。ということで今回の動画は以上です。また何かコメントあればぜひしてください。うん、はい、お母さんありがとうございます。じゃあロスありがとうございます。じゃあご飯作ってください。じゃああのシングルマザー代表として全、うん、全世界に一言。代表じゃないからダメでしょ。これ代表になれないだけなんだって。できるできる。マッカーくってね、いいんです。全国のシングルマザーの方たちに一言。そんなはないです。てん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 、え、代表から言ったことに、そうさ、結婚式みたいな感じ。どんだけ結婚式だ、結婚してねえんだっつって。じゃあシングルマザー万歳でお願いします。嫌です、そういうのもやってね、なんか宗教っぽいのも嫌です。嫌です。じゃあシングルマザーみんなで日本を盛り上げていこう。そういうんでもないいんだよ、みんなで小さくも楽しんで。じゃあ分かった、シングルマザーなめんなよ。いや、だ、バカちゃう。どんだけヤンキーチックだ。得意じゃん、そういうの。得意じゃねえ。別に得意なわけじゃん。性格がそういう感じだって言うんだけど。じゃあ最後に経験人数お願いします。バカじゃねえ。誰も聞きたかねえよ、んなもの。47歳の経験人数。バカじゃん。酒飲んでんじゃねえんだよ、こっちは。いや、わかんないじゃん。気になってるかもしんない。あ、なるほどね。何人行ってから子供を考えたんだとか。そういうのないじゃん、私。だって。そういうんじゃないですか。だから無計画なんだから。しょうがねえんだよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。もういいです。